君が世は岩尾となりてのは、日本で歌われてる君が世の岩尾の名前の半間岩尾先生です。半間家の本家の本物の貴族です。ですね、今ね、破産申告についてですね、非常に今もう本当破産しても全然困んないんですね。で、破産してもね、家とか財産全部取られるんですけれども、年金とかですね、そういう積み立てでね、しときますと取られないんですね。ですから破産しても大体1000万ぐらい収入は残るんですね。毎月給料は入るんです。で、大きい会社でね、破産しても何兆円も破産してね、再確か個人で作っても年取ってから1000万円ぐらいはうまく手続きしとくと毎月給料入ってくるんですね。月1000万ですよ。まず年金を無制限に入れとくんですね。こう、そういう系統の積み立てをしとくんです、前もって。で、破産します。破産、まあ、外国とか日本とかいろいろ年金ありますから、うまくね、その制度を勉強しといて、で、知恵を働かせてね、たくさん破産しても、ね、平気なように、積み立てができるんですよ。特に年金関係はそういう風になってて、年金までたくさん破産しても取られないんですね。だから特殊年金でも海外の年金でもそう入れてくるんですね。日本だけじゃなくてね、入れられるものをね。で、そうします。そうして破産してもね、60歳からね、年金がもらえるんですよ。で、当然破産するような大きな会社ね、作ってて大きな破産ね、するときに給料いいですから、たくさんそれに入れとけばいいんですね。で、そんな高くもないですからね、積み立て保険みたいなものを入れとくわけですね。で、ただの保険だったら取られちゃいますけど、破産したらそのね、配慮も取られちゃうんですけど。だからね、破産、大きい会社とか稼ぎが多いところの会社の役人は絶対破産しないんです。破産しないんですよ。たくさんそのね、保険入れとくから、全然会社が破産したってね、うまく手続きしてますから、給料入ってくるんですよ。全部取られますけど、家とかね、財産取られますけど、1000万は月で給料また何もしないで戻ってくるんですよ。だからね、経営なんて大きい会社経営したってね、月破産したって1000万入るでしょ、月給料が。だから全然使用の時怖くないんですよ、もう。だから破産制度っていうのはもう、破産したら全部そのお金を返さなくていいということで、財産全部取ってというね、申告するわけですよね。破産したら、破産申告するんですよ。だからもう何も咎められないんですよ。周りから請求もできないし。だけど、大きい会社の経営者は、破産しても破産は絶対にならないんです。ね。収入が多いと、ちゃんと積み立てできますから。破産した時のためにね、ちゃんと、年金はちゃんと、すべての満期で、特殊年金とか入れると、月1000万入るわけです。月ですよ。破産したって1000万ですから。ちょっと入れとくだけなんですよ、いろいろ。頭知恵働かして。全財産取られますけど。
だからもう一生空持ちなんですね。大きい会社のね、海外でも何でもそうなんだけど、ちゃんと頭知恵働かしてやった人はもうというかもうできますから、月給料もらえるわけですね。あの定年からは、ね、まあ、それまではちょっときついかもしれませんけどね。60からはもう1000万給料が入るわけですよ。ちゃんと手続きしとけばね、月ですよ。だからある程度稼ぎの多い会社作っときはもうそれでもう破産したって月給料1000万以上入りますからね。貧乏に絶対ならないんですよ、一度もう成金になったら。たった一度、ね、なったらもうそうよ、そうなっちゃうんですよ。あの若い時はね、若い時に一度成金になったら破産したって破産しないんですね。これよく知ってください。だからね、若い時爽快に頑張るわけですね、実業家、社会で若い時ね、そういう積み立てね、考えてやっていけばいいって。本当は原則的にはね、破産して年収が多かったらね、返さないといけないんだよね、原則としては、ね、ただ何も国側とか周り側から破産宣言してるので追及しないね、言わないとっていうことなんですね。だから3回破産したとけれども、まだね、